こんにちは、スケダラです。アークエクスティンクションやっていきます。今回はメックをね、作っていこうと思います。俺もアークを始めて4年になるんだけど、メックを作るのは初めてだね。一応ね、他のマップでも作ろうと思えば作れたんだけど、やっぱり初めてはね、エクスティンクションで作りたいなーって思っていたから、今回早速作っていきましょう。お、すぐできた。これで、アイテムとして出ると。で、これを使えば、メックを召喚できると。できた。ちゃんと色はついてるんだね。以上と。おお。これがメック。だ。確かメックって、エレメント使うよな。一応エレメントなしでも動けはするんだ。ああ、エレメントなしで普通にこういう攻撃とかできるんだね。ごめん。マナガルムめっちゃ切っちゃった。なんか熱マーク出てんな。おお、浮いてるね。あ、発熱ゲージが溜まってる。これあれかな、発熱が 100% いったらオーバーヒート起こすとか、そういう感じかな。一旦、発熱 100% してみるか。あ、こうなると飛べなくなると。もうすぐ足元が真っ赤になったね。これはこれでかっこいいな。お、724。え、強くね？普通のメックでこんな火力出るんだ。あ、強いな、メック。あ、これが通常攻撃。で、これがサブ攻撃。あれ、俺エレメント入れてないのに、なんか普通に使えんな。まあ、まだ燃料あるからか。これで標準を決めて、撃つと。なんか連射してくれるね。こんな感じで遠距離を撃てると。507。あ、強い。あ、強いな。普通に強かったわ。まだ経験値1個も入ってないんだけど、あれ、経験値もらえなかったんだけど、あ、これひょっとしてあれか、レベルアップできない感じか。このステータスで戦えってことか。まあ、ステータス見るか。体力は14000。まあ、そうか、もう素でこれだけ高いから、レベルアップしちゃうと強くなりすぎるか。重量も十分と。なるほどね。レベルアップはなしと。あ、燃料が空になったわ。だから、これでまた入れると。入れたら、チャージされて、また撃てるようになると。いいね。遠距離使えるのはありがたいわ。普通に物理も強いしな。あ、でも燃料すぐなくなるな。今ちょっと撃っただけでもう燃料 9.9 しかねえ。結構この銃の燃費悪いな。これ作っていこうか。メック専用のアタッチメント。この MDSM と
MRLM と MSCM。 これが Mac のアタッチメント。重っ、200キロあんのかよ。ちょっと待って。なかなか重いな。まあ、まずこれから使っていくか。ドームシールドを展開するやつ。MDSM。これを装着します。そしたら背中につきますと。で、これで展開。なるほど。こんな感じのやつを展開してくれると。これを展開していると、まあ、外からの遠距離攻撃を完全にガードしてくれるんだって。だから、例えば、マグマサウルス。あいつのブレスが飛んできても、この中にいれば完全にガードしてくれるっていう感じみたい。で、さらにこのシールド内にいる味方の防御力を上げてくれるんだって。あ、望遠鏡使いね。メックに乗ったまんまだと望遠鏡とか使えないわ。まあ、このシールド内にいる味方の防御力も上げてくれるんだって。被ダメージを 30% カットするんだって。で、このバリアを展開中は、発熱ゲージが徐々に上がっていって、で、オーバーヒートをすると、機能が停止するんだって。まあ、だからこれが 100% になったら、機能が止まんのかな。まあ、でも多分これ同じ、ボタンを押せば、すげえ。すげえ、めっちゃなんか、なるほどね。あ、これ、上に行ってるんだ。あ、そうなんだ。上でこういう風に展開してるって感じか。で、戻ると、おぉ、すっぽりはまった。気持ちいいな。んで、このアタッチメントは、防御力がね、あって、他のアタッチメントには防御力がないんだけど、これにはあると。だから、これを装備させておくだけで、ちょっとね、硬くなるって感じ。うん、ただしね、まあこれ装備しながらダメージを受けると、まあ耐久値がね、減っちゃうんですよ。まあちょっと今減ってるけど、さっきポンプ層なんとかかんとかみたいなちっちゃい生物から攻撃受けたから、ちょっと減ったんだけど、まあこんな感じでダメージを受けちゃうと、耐久値が減っちゃうから、うん、まあそこは使いどころによるって感じかな。で、外すと耐久値が減る。外しますか？めっちゃ減った。うわ、うわー、なかなか減るな。1200減ったのか。マジか。気軽につけられないな。なかなかごっそり減るんだな。じゃあ次はこの MRLM。つけてみましょうか。装備すると拡散型のロケットランチャーが使用可能になると。つけます。おお。いいね。肩から生えたね。なんか車についてるエアコンみたいなやつがついたな。なんか車のエアコンについてるやつだな、本当に。で、このロケットポットを使えるようになりますと。おお、いったね。だいぶ拡散されたな。ちょっと待って、不発になった。でも一発一発の威力はそんな高くないな。ちょっとこの視点で見てみようか。おお。いや、なんかちょっと低音ポットみたいな弾が発射されたね。あー、でも209ダメージか。これ1個作るのにまあまあ素材使うからさ、あんまり使いどころはそんななさそうだな。これね、
一発作るだけでこれだけの素材要求するから、なかなかコスパが悪いな。で、これにはね、防御値がないから、特に装備しても硬くならないと。ただその分ね、攻撃を受けても、耐久値は減らないみたい。だからちょっと戦ってみるか。ダメージ受けました。でも耐久値は減っていないと。ただこれも外すとめっちゃ減った。これも1200か。基本的に減るのは1200ぐらいか。だからまあ4回ぐらいは外せるって感じか。逆に5回外したら壊れるってことだもんな。めんどくせえな。まあこれは正直あんまり使わないかな。うん。まあ全部当てるにはタイタンみたいにでっけえやつじゃないときつそうだな。最後はこれ。MSCM。これを装備すると、長距離 CG キャノンが使用可能になると。お。出た。大砲が装備されましたね。で、キャノンシェルト。まあ、これはね、正直知ってるんですよ。これを使うことで、とある生物をテイムできるから、これの存在はね、知ってるんですよ。まあ、でも一応ね、生で見ておきたいんで、行きましょう。来た。この剣を突き立てるモーション。これかっこいいよな。すごい武士って感じがする。で、これで、おお、すげえ。全方位いけるわ。で、発射。長押しか。うわ、すげえ。2700ダメージ。すっご。素晴らしい威力だな。よいしょ。なんか火力上がったんだけど。なんで？すげえ、4500ダメージも出た。ただその分、キャノンシェルも、こんな感じで素材が重いと。ああ、ロケットポットより重いな、素材が。でもこれ作るぐらいだったらもうこれ作った方が絶対いいと思うわ。いや、すごいね。すげえダメージ出たな。もう一回撃ってみようか。よいしょ。おー、4500ダメージ。これが基本ダメージかな。あー、でもすっげえ威力だな。ロマンがあるわ。この待機姿勢もね、かっこいいのが、いいわ。すっげえかっけえ。今回はこれも作っていきましょうか。赤 OSD で手に入れた職人のメック。素材もね、大変だった。特にポリマーがね、2000ぐらい足りなかったんで、ちょっと取りに行ってました。一応ね、ガチャで、有機ポリマーの、クリスタルを保存していたつもりだったんだけど、開けてみたら全部シリカ真珠だったっていうね。バカやらかしたわ。まあ、そんなこんなで泣きながらポリマー集めてきたんで、作りましょうか。はい。一気に消えたな、素材。んで、メックは、一回作ったら、その設計図はもうなくなっちゃうんだよな。うん。よーし。じゃあ出していこうか。出たー。もう今回の色は地味だな。ちょっと色地味なんで塗りますか。
まあこんなもんかな。で、確かメックってこうペイントしても、まあペイントをしてこうやって低温ポットに入れて出しても色が残ったまんま、これいいよな。まあ、試しにちょっとワンチャン塗るけど、あ、そもそもこれ塗るとき場所指定できねえわ。だからもう塗るときは普通にこうやってマウス使ってこんな風に塗るしかないと。まあちょっとね、変な感じになっちゃったけど、基本的に生物のペイントって、低温ポットに入れます。出したら、まあこんな感じで消えるんですよ。まあでもメックは、生物っていうより、あれか、まあ機械だからか。まあどっちかっていうと建造物に近い感じだから、大丈夫って感じか。おお、上がったね、火力。普通のメックだったら700ぐらいだったけど、こっちは1000ダメージ与えてるわ。で、銃は？お、銃の威力も上がっている。いいね、強い。強くなったね。2700ダメージ。なんか4500ダメージさっき与えてたんだけど。はい、もう一回ブロント行きます。よいしょ。4500ダメージ。ああ、やっぱ固定ダメージか。メックの性能が良くなったとはいえ、こういうアタッチメントのやつは固定ダメージって感じか。それじゃあ、前回倒せなかったデザートタイタン、倒していきましょうか。さあ、来た。ちょっと待って。よかった。一瞬ハマってたから。ちょっと、ボツ戦 BGM がちょっと、うるさいからちょっと下げよう。さあ、来た。出たな。デザートタイタン。今回は、こうやって下からね、撃っていく。あ、でもそんなダメージ当たんないな。あれ？当たってない。なんで？あ、やべ、雷が。あっぶね。この雷攻撃が来るから結構危険なんだけど。でも真下にいれば大丈夫なんだけど。あれでもめっちゃなんか狙われてんな。ちゃんと真下に行かないと、あれか。食らってる？ダメージ表記は出てないけど食らってはいるか。まあ、こんな感じでめちゃくちゃ視点がね悪いんだけど、まあ、こんな感じで撃っていきます。あ、でもすげえ削れていくわ。こうやって下からどんどん撃っていくっていう作業。お、回転してるね。やることないのかな。やることねえから回転し始めたよ。やべ、なんか。やべ、雷のあれが出てる。あっぶね。この視点、この視点どうだろうな。あ、でもこの視点の方が雷来てるってわかりやすいか。
あ、じゃあここに影あるじゃん。この影に向かって歩けばいいんじゃないか。いて。雷食らったけど、でも全然痛くねえな。これなら別に避けなくていいか。まあ、デザートタイタンの厄介なところは、この周りに浮いているちっちゃい虫みたいなやつ、まあ、取り巻きなんだけど、こいつがね、騎乗解除してくるから、空中戦だと結構ね、めんどくさいんだけど、でもこっちはね、メックからやってるから、うん、全然、騎乗解除に怯えなくていい。そんなこんなで半分削れてきましたね。いや、結構届くな。ありがてえわ。射程が長いっていうのは、本当に助かるわ。こうやって下から一方的にやれるから。お、ちょっと待って。ちょくちょく消えるんだけど。描写距離の影響かな。あいつ何もしなくなっちゃったし。もう取り巻きも点滅してきてるし。まあもう彼もね、観念したみたいだね。もう全然一切動かねえもん。動かねえからもう下からこうやってもう撃つだけで終わるわ。さあもうちょいで倒せるね。てか俺剥製ツール持ってくんの忘れちゃったわ。まあでもこれで終わりよ。来たー、勝ったー。そして彼は落ちてきますと。お、ホログラムゲット。そして見事に着地したな。いいね。すげえ。飛んだまま死んでる。あ、ひょっとしてこれで支えてる？この細い触手で自分を支えているのか？さすがだな。戦利品は、これあれかな。デザートタイタンにアクセスすれば。あ、おすげえ、名工の MDSM。もらっちゃった。やったぜ。で、テック系の設計図と。なるほどね。ちょっと待って、一旦、悪性欲しいから、大丈夫だよな。まだ消えないよな。ちょっと剥製ツール持ってくるわ。うん、こっから見ると、でっけえな。さすがタイタンだ。よし。じゃあ、無事倒せたんで、帰りましょうか。はい、ということで今回はメックをね、作っていきました。ずっとね、メック使ってみたかったんで、今回ようやく使えてよかった。性能とかはもう実装からね、だいぶ時間経ってるんで、ある程度分かってはいたんだけど、思ったより火力は高かったね。うん。ただその分レベルアップしないんで、ポイントにね、触れないってことで、伸びしろがないのが悲しいね。で、ついでに前回倒せなかったデザートタイタンもね、無事倒せてよかった。ああ、メックいたら簡単だったね。下からバンバン銃で撃っているだけで楽勝で勝てたんで、デザートタイタンに苦戦している人は、メックをね、作るといいと思います。まあ、これからメックを使ってね、やりたいこともあるんで、他マップでもね、これからバンバン使っていこうと思います。はい、それでは今回はね、以上になります。ご視聴ありがとうございました。